ようこそ長野県松本市、私風間康幸のお店へようこそ。さあここであなたもシルビアワールドに入ってくるかい？なものは基本は、ブロックもピストンもクランクもコンロットもノーマルです、はい、要は2リッターのノーマルピストンもノーマルのまんま でヘッドはちょっとビッグバルブの加工してもらったりとかポートちょっと触ったりとかしてますけど、まあ、俗に言う基本ノーマルって言われてるエンジンです。こっから先ももうちょいまた違うチューニングを進めていこう、まあ、次世代のものを取り入れてっていきたいなっていうところで電子スロットルになってる、ナンバー付き電スロー、エアコン使える、車検も通るっていうのって多分いないんじゃないかなと思います、はい、あのこうやっぱ相談に来られる方なんかがやっぱこういろんなこう話をしてくれるっていうところで、あのこう最初はこれつけたいあれつけたいこんな風にしたいって来るんですけど、まずお客さんのその本当に求めてる部分と実際にお客さんがそれを使いこなせるのかどうなのかっていうところが、あのお客さん来た時にその車の助手席に僕乗って運転見させてもらうとか、そういうところで例えば参考にはしてもらうんですけど、いや君だったら多分このぐらいでいいんじゃないかとか、ここが足りないからもうちょっとここの部分では下げといても問題はないんじゃないかとか、そういうのがあって、実際にこうこれと同じの作ってくださいって来ても、実際作ってあげたお客さんってね一人もいないはいないんですけど、やっぱ車ってこうトータルのバランスをきちんと取れないと、やっぱこうどっかが飛び抜けてどっかが引っ込んでしまうと、なんかバランス悪いことすらも気づかないままその車で何年も過ごしてしまうのって、僕からしてみると僕もそれになってたよ経験上。なんかもうちょっと近道できないとか、もうちょっと最短で通るルートって他にも考えられないかなっていうところが、いつもお客さんとディスカッションするのにやっぱどうしても来てもらわないとできないとか、お客さんの車を実際に見ないとわからないっていうのもあって、なんか一人一人の車を一人一人の仕様に合ったものを一緒にやっていくっていうのが、なんかちょっとアナログなんですけど、なんかそこがお客さんにとってはなんかいいんじゃないかなと思います。エアロパーツなんですけど、フロントバンパーとそれから横についてるこのカナード、これとあとはサイドステップですね、サイドステップと、であと後ろのバンパー、俗に言うエアロの3点セットと言われてる、フロントバンパー、サイドステップ、リアバンパーが、当時僕がケオス時代に使ってた D1 車両の一番最初の初号機の緑についてたあのエアロと全く同じものなんですよね。ってことはこれ作ったのって17、18年ぐらい前なんですよね。今見てもそんなに古臭くもないし、なんかかといって最近作ったって言われても、いやもう結構昔なんだよねっていうので、やっぱ飽きのこないデザインと、その流行り廃りにあまり流されないようなスタイルだったりとか、当時はちょうどシルビアの競技車両がオーバーフェンダーがつき始めた頃の時代だったので、当時は今もこれオーバーフェンダーついてるんですけど、これはうちのじゃなくて長野市にあるガレージマックさんちのオーバーフェンダーが前後でついてますけど、当時はこうオーバーフェンダーをつけた車に合わせるようにちょっと全長を長くするようにこのフロントバンパーとリアバンパー作って、多分ノーマルのシルビアポンって並べると一回りでっかいかなみたいな感じ。ウィングは僕 GT ウィングって好きじゃないんですよ。 GT カーは GT ウィングついててもいいんですけど、ナンバーのついてるストリートカーは僕基本 GT ウィングはダメです、はい、なので純正のウィングがあるんですけど、真ん中にハイマウントストップランプがついてるところの裏側をカットして、いやこれ純正です、純正のここの足を切って、でこの2本足のタイプに変えてるので、これよく車外って聞かれるんですけど、これ純正の改造版です。うちに持ってきてくれれば装着できるっていうエアロとして今売ってます。はい、海外に売ってないです、はい、そこがいろいろなところから問い合わせ来るんですけど、
ここに車持ってきてうちでフィッティングと塗装と取り付けをやらせてくれればやりますよっていうところで多分出回ってないと思います。はい、ちょっとそこが今時の商売のやり方じゃないんですけど、なんかこうボロボロにされちゃうとか他のメーカーとミックスされるのが嫌なので、やっぱこう来たお客さんに大事に使ってほしいなっていうのもあって、そういうちょっと特殊な売り方をさせてもらっちゃってます。はい、そうですね、1号あたりはやっぱ17インチ18インチが一番やっぱオーソドックスなサイズじゃないですかね。なんですけど僕はそこがもう1個だけ上19インチを履かせてます。あえてこの薄いタイヤを履いて足回りをテストすると乗り心地どこまで出せるかなっていうところでだいぶ追い込めるから、あえて19インチを履いてます。とあと新倉さん見てる？はい、僕もマインズさんの大ファンなのでマインズのエアロミラー使ってますみたいな。はい、でもこれシルビアじゃないんですよね。これ Z33 のマインズさんちのスーパーエアロミラーバージョン2をシルビアに合うようにあっち削ったりこっち加工したりでピタッとついてます。はい、そうなんです。あのこの車売るときにねこれだけは外すみたいな部品です。一番得意なとこです、足回り。車高調を自分家のオリジナルで作ってます。それもシルビア用だけじゃないんですけど、ただシルビア用だけでも、13180で13シルビアですよ、13のシルビアと180で僕の仕様違います。はい、であと技量とタイヤでショックの減衰力とバネレート変わってきます。はい、で、正直言うとシルビアのフロントだけでうちショックが3種類あります。後ろが13で2種類、1415で後ろが4種類あって、その中でお客さんがどういうふうに使ってるのか、どこで走ってるのか、技量がどのぐらいなのかっていうところでショックとスプリングのこう組み合わせが一人一人違ってたりとかで、当然車高調もさっきとエアロと一緒なんですけど、ここに車預けて置いてってくんないと最後に僕が走ってテストして暫定セットっていうのを作った上でお客さんにお渡しして、そこからまたフィードバックかけてもらったりとか、こっちから連絡取ってやり取りしたりとかで、またその後に仕様変更するっていうような流れで足回りをやってるので、本当になんかオーダーメイドになってっちゃってるのが、まあ逆に売りではあるかもしれないです。やっぱ山道がないと僕の中ではやっぱこう要はセットアップするダウンするっていうところの部分でいくと、ちょっとやっぱ環境が整ってないと無理かなっていうのもあって、まあ実際に本当にこのお店から15分ぐらい走るとゴルフ場の脇をひゅっと走る峠道があったりとか、30分40分ぐらいかけるとあのビーナスラインっていうところがあって、そこもわりかしこう足回りをテストするにはすごくいい場所で、本当にそのビーナスラインを行くのにここやここから上がっていくっていうその中継路なんですけど、ただ結構道が悪かったりするんで僕は結構テストになるんですけどね。跳ねないとか、もうこういうなんだろう、シルビアって跳ねちゃってもしょうがないじゃんとか、乗り心地悪いのはしょうがないじゃんっていう、そのしょうがないっていうフレーズって必ずどっかで出るんですよ。それが多分下手すると店のお店の人が言っちゃうぐらいなんで、僕はそこを言いたくないなっていう、跳ねないようにじゃあできませんかねみたいなところが、やっぱ自分家で一番こう環境の悪い路面環境の悪いところでテストした時にその車に合った足回り作るとか、たまにお客さんと話をする時にあの空飛ばない車って言うんですよ、ビョーンガシャーンみたいな、そういう車を作るにはそういう条件のところに車持ってって走らせないとっていうのと、あとはその怖いっていうユーザーさんによってもだいぶ違うんですけど、なるべく怖くない車っていうのをなんか作ってやれないかなっていう、実際のところそのお客さんが求めてる例えばジャンルだったりその作
走ってるなんていう人のやっぱターゲットに合ったコーナーを仮装して、でお客さんの技術レベルに合うぐらいの領域で、まあタイヤと足回りだったりとかアライメントだったりっていうところの要は最後のマッチングを取ったりとかっていうところで、最後のチェックだったりとか最後の仕上げ作業をそういうところでやるっていうパターンですね。低速域ぐらいでこう割とノーズがキュンキュン入ってくれたり、後ろがわりかしアクセル入れるとスイスイついてくる、小回りが効くっていうような領域だったら今のこの辺からちょっと出てくもうちょい向こうぐらいまでの間でやれるんですけど、さすがにあの4速や5速で高速コーナー回るんですよねなんていうサーキット仕様のお客さんのなんかはこの辺でやっても意味ないんで、やっぱ上のその車速帯の高いコーナーの場所に行ってほにゃほにゃほにゃキロぐらいでやるんですけど、なのでアンバランスなお客さんはいないんじゃないかってちょっと自負をしてるところはあるんですけどね。なので意外と皆さん安いタイヤ履いてますよ。1本3000円とか4000円ぐらいのタイヤを、でもそれでサーキット走ってる人もいるし、あるあるな話なんですけど、国産のハイグリップを履いて、とりあえず部品ポン付けとかよそでやったセットで打ち切って、うちで2ランクも3ランクも下のタイヤ履いて、違う足にうちの足に変えてくれたりとかセットを変えてもらって走りに行ったらタイム上がっちゃったっていう人もいるんですよ。それってタイヤじゃないよねっていうところで、そういうお客さんってもう多分ほぼほぼよそ行かなくなりました。はい、なので僕が走れなくなった段階で僕うちの仕事ってほぼないんですよね。だから走れないといけないから、あの常に自分で車作って走って練習してみたいなことを絶え間なく、やるしかないのかなっていう。当時は値段の割にはパフォーマンスが高くて、やっぱこうドライビングの要は腕を磨くっていうところの部分でいくと、ちょうどいいサイズとちょうどいいパワーっていうのが多分この車だったんじゃないかな。 SR 乗ってるシルビア、まあ1800のターボもそうですけど S131415 っていうのが本当になんか一番オーソドックスな車だったのかなっていうのと、たまたまやっぱ僕がこの長野にいて走る場所がステージが峠だったっていうところも、さすがにシルビアより大きい車買った時期もありました、乗った時期もありましたけど、やっぱ結局やっぱシルビアの方が自由自在になる幅っていうのはやっぱ大きかったりとか、あとはやっぱ自分で長く乗ってきて壊す直す走るいじるっていうところの結局その繰り返しをしてきたことによって、なんか乗れば乗るほど触れば触るほど壊せば壊すほどこの車のことがよく分かるようになったりとか、あとはまあそこから保全を打つ方法だったりチューニングの進む方向だったりっていうところがこの長い時間でだいぶ僕のものになってきたから、多分この車なんだろうなっていう感じはしますよ、はい、実際は量販店やディーラーさんじゃもう多分この車って見てもらえない車なんですよね。そうなるともうやっぱ専門職だったりとか、それもチューニングを専門でやってるとこじゃなくて、うちなんかはチューニングもやるけどその前にまず元気な車にしようよとか、ちゃんとゼロベースのところまでの標準の要はノーマルの性能がぐらいまでちゃんと出てからそこから進めようよみたいなところを両方できる人のところに多分持っていけばって思って多分ここへ来てくれてるんじゃないかなと思ってます。